和島清志郎です。ということで、和島スタイルといえば、あ、トイレ行きたくなった。まあこれがね、始まったやつですよ。まあね、俺思ったんだ。俺頼人さん好きなんだけど飽きてきたんだよ。なんでかって言うと、あの見え見えのタイトルがやっぱ嫌いなんだよ。なんかそのタイトルは暴言言えばいいみたいな、ちょっと気持ち悪いよね。なんか内容で勝負できるにもかかわらずさ、面白いんで、ゆりひとさんの動画は。でもやっぱ嫌いだな、ゆりひとさん。なあ、最近つまんないよな。だから、やっぱやってることが単調なんで、俺みたいに。ちょっと待って。静かにして。ああ、火が出た。ああ。手が出ましたよ。より人のどれだっけ。まずモノモス系 YouTuber っていうのはさ、これだ。あ、これね、猫店の釣り動画についてやってることがおかしいだろう。なんでタイトルやってることがおかしいだろうって。主語がねえしな。何をやっているんですか。猫店引退席、動画やめちまえ。でもやっぱあんま好きじゃないな。そのなんでヒカルさんたちがそのいろんな YouTuber がより人面白いよねっていうのってやっぱ簡単なんですよ。調子乗らせるためなんですよね。調子乗らして確かに面白いんですけど、勘違いしてから落ちるっていうね。 YouTuber でよくありますよ、こういうやり方。まあ汚いですけど。待て待て、おお、ちょっとやりすぎだよ俺。多分何個作ってんだよ。あ、やめてくれ。あ、いや、これで、そのなんつうんだろうな、やべ、もう一口飲んだら体が破裂するわ。いやー、モノモス系ってね、なんかね、やっぱね、ヒカルさんがいなくなってから寂しいっすよね、モノモス系も。あと、はじめ社長がナゲット100個食うっていう企画、ヒカルのパクリやんって思ったけど、一人で食ってたんでね、あ、すごいなって思いました。そこがすげえんだよね、はじめ社長って一人でやろうとするじゃん。あれすげえわ。後輩ただ黙って見てるだけでしょ。後輩もド S だよな。でも初めて知っちゃうの、そういうとこはすごいなって思うけどね。
でも俺やっぱヒカルさんすげえと思うんだよね。うん、信者だけどさ、その行いは悪いんだけど、その影響っていうのはやっぱすごいと思うんだよね。うん、だって有吉さんが「ヒカルお前誰だよ」みたいなことを言うくらいラジオで取り上げてもらってんだよ。すごくね。今までだったら「誰だよ」も言えない。言ったら「誰それ」っていうか、そんな話題にも上がんないわ。有吉さんが話題に出たんでしょ。ヒカル、カリスマヒカル誰だよって、まあディスってくれてんのも話題になってるってことは、とてつもない影響力なんじゃないかなって俺は思うんですよ、そういう面で見たら。うん、誰だよって、確かにね、誰だよって話だったね。はあ、でもね、まずさ、夜だと雑談しにくい。あ、やばいね、最近雑談してなかったからさ、滑舌が回らなくなってきた。あー、ダメだ、ごめん、ちょっと俺夜には撮れねえよ、マジで。撮影環境が整ってない。俺ね、大きな声で喋んないと滑舌がすごく悪くなっちゃう。はい、ヘルヘルして。こんな感じね。今ふざけてないね。ほら、力出ない。じゃあちょっとな。いや、マジでね、動画撮る気なんねえわ。アベマ TV 面白すぎ。じゃあね。